ちの守りが固いわね。中にはさぞかし面白いものがありそうだな。どうやって障壁を？アトランケルクの力が使えそうね。呪文は覚えてる？あなたに教わった呪文ね。あの時は怒りっぽい冷たい人だと思ってたな。あらあら、思い出話はまた今度ね。それで証拠は見つかったか？クローゼットの中の死体は？まだ扉も開けてないの。高度な魔法障壁よ。任せて。ギアターライゲン。万人を目覚めさせちゃった。任せた。いい部屋だな。あまり研究室らしくない。油断しないで、よく調べるのよ。面倒じゃない？文章を片っ端から掘り起こすなんて。あなたが来たいって言ったのよ。シリの肖像画みたいだな。私じゃないわ。傷がないでしょ。いや、お前だ。かなり特徴を捉えてるぞ。興味があるのはお前の魔力だけだと言っていたが本当か？バカじゃないの？誰かの寝室に入ってしまったような気分。まるでさっきまで誰かがいたみたい。アバラックは船の上だ。それは確かだ。そうじゃなかったら？よせよ。蒸留液か。この匂いはバーベナね。薬草なんて何の証拠にもならんぞ。待って、まだ研究室を全て調べたわけじゃないわ。イエネファー、古き血脈のアインヘン・イチェルの家系図だ。ララドレンから始まり、私まで。全体を見るのは初めてよ。エイダンのビダモントが祖先だなんて思わなかった。娘を焼けた鉄を押し付ける刑に処した人だっけ？それとも父親をのみで目をえぐる刑に処した人？娘を処刑した方ね。すごい、完全なものを見るのは初めてよ。アバラックはララの子孫を途絶えたと思っていた血統まで全て調べていた。もういいだろう。これ以上は見つかりそうにない。どうしてわかるの？私ももう読むのは嫌。
どうやって入ったの？お前は誰だ？あなたには関係ない。今すぐ出て行って。あなた、ティルナリアで見たことがある。やるじゃない。人間にはエルフはみんな同じ顔に見えると思ってた。アバラックならここにはいないわよ。分かってる。分かってて来たの？何のために？彼を探るため？あなたがバカなことをするたびに危険に飛び込んで助けた彼をこれ以上どうしたいの？あなたに何が分かるの？あなたのことは彼からとても詳しく聞いているのよ。例えば？あなたはララの力を受け継いでいるそうね。彼が何を期待しているかは知らないけど、泥の水たまりから水を飲むようなものよ。でも彼はそう信じ込むことで仕事に打ち込めたんだわ。仕事？彼が喜んであなたを追い回していたと。私でさえあなたを見ると気分が悪くなるのに。驚いた。あなたみたいなタイプでも人間に優越感を持ってるのね。その子は人間じゃない。混じり合って濁った血の化け物よ。そんな出来損ないを使わなきゃいけないなんて屈辱的だわ。それ以上言ったら。何？何もできないでしょ。その子は自分の役割を果たすだけよ。そうすれば彼も解放される。彼が私を憎んでいるならどうして直接言わなかったの？アバラックがそんなに大切なのか？それが何か関係あるわけ？私のことが嫌いならみんな放っておいてよ。シリー、ケイヤモロヘンの時みたいに私の力が暴走するのが怖い？自分の意志で暴走させられないのが残念なくらい。気が晴れた。もう行きましょう。
船にはすぐ戻らなきゃダメ。他に用があるのか。ヒンダースファルのロフォーテンに行きたい。前にスヒャールって男の人が。何？シリン、スヒャールは亡くなった。ワイルドハントがやったのね。生き残った人は。その後の話。本当に彼なの？会ったの？その場にいたわ。遺体も見た。一緒にお墓に行ってくれる？せめてお別れを言いたいの。一緒に行こう。ありがとう。ヒンダースファルへの門は開ける？ええ。行くとしよう。早めに戻ってくるのよ。ねえ、じゃあね。辺りを調べよう。比較的新しい墓のはずだ。来てくれてよかった。墓地は本当に嫌いなの。一人でうろつくのは特にね。一緒に見て回ろう。行こう。ニオルドの息子ラッセ、オーブの息子オラフ、トロットニルの娘インゲ。そんな名前がない。スヒャールの墓石がない。私彼を埋葬するまでは行かない。ねえ、遺体はどうなったのかな。火葬にはしていない。王と英雄の特権だからな。あのまま庭園に放置したとも思えんが。なんてこと。どうした。村の向こうに大穴がある。病気で死んだ羊をそこに捨てるの。夜のうちにカニが骨だけ残して食べ尽くすのよ。何してるの？あなたたちがやらなかったことよ。彼を埋葬してるの。臆病者を？長老たちの命令に背くつもりか。立ち去れ。ここから出て行け。掟を破るなんだ。俺たちの掟じゃない。私たちのしきたりに敬意を払う気もないってわけね。臆病者の墓は穴で十分だ。ヒャールはみんなを救ったのよ。ワイルドハントは私を追っていた。彼が私を連れ出してなかったらロフォーテンは今頃廃よ。なぜ亡霊どもがあんたみたいな小娘を。私はただの小娘じゃない。それからこの墓に触れたら誰だろうと痛い目を見ることになるよ。誰も触るものか。神聖な墓を荒らすなど。長老たちの教えでは墓荒らしは敵前逃亡よりも重罪だ。あんたが真実を語っているかどうかは分からん。スヒャールの裁きは神にお任せする。来てよかった。どれほどショックだったか分からないでしょ。もう彼の名を怪我したりはしないだろう。行こう。小舟に戻るぞ。
うん。いいやつばかりだ。晴れてきた。作り方を見せてくれた。久しぶりにこれで終わったな。どこかに隠れているぞ。撃て、この船に近寄らせるな。
言っちゃ。驚いたが、会えて嬉しいよ。温かい歓迎をどうも、皇帝陛下。今は戦争中だ、知らなかったか。知っている。遠くの村で家が燃える煙が目に浮かぶ。何が目的だ。フリンギラ・ビゴだ。彼女を解放すると約束したそうだな。だがまあ、あんたが忙しいのは分かってる。この書簡に目を通せ。女魔術師会に関する取り決めを思い出すはずだ。ユネファーメ、あの女の頼み事はまるで脅迫だ。そういうところは昔から気に入っている。よかろう。彼女たちが協力する代わりに特赦を出すんだな。ユネファーと交わした契約は履行される。それでは答えになっていない。答える必要がない。そろそろ失礼したい。やっと意見が一致したな。へ、フリンギラビゴを連れてこい。ディメリティウムのカセも外してやれ。聞いている限り紹介は必要なさそうだ。行くがいい。フリンギラ、久しぶりだな。他の魔術師もアードスケリッグの近くのグインベールにいる。船を用意して。もう船酔いはうんざり。俺は瞬間移動の方がうんざりだな。まあいいさ。見せてもらう。そもそもなぜ忍び込んだ。言ってくれれば見せた。ゲラルト、トリスとは仲がいいみたいだな。最高よ。ようやく話をする機会ができたの。何のだ。あなた以外の全てよ。リビアのゲラルトはもう興味の対象じゃないの。ありがとう、ヤネバ。またな。なんだゲラルト。またな。